不動産は大陸法系の民事法や国際司法において用いられる概念であり、主に土地やその定着物をいう概念。物を動産と不動産に分けて異なる法律的取り扱いが行われてきたのにはいくつかの理由がある。第一は歴史的な理由で動産よりも不動産の方が価値が高いと考えられていたことがある。第二は自然の性質による理由で 物の移動がある動産と移動のない不動産とでは法技術的に異なった扱いをせざるを得ないという理由があったためである。不動産と動産の区別あるいはその歴史は時代や地域によって制度や法制が大きく異なっており、今日でも法体系によって多少の違いが存在している。動産は原始時代に 個々の人類が自己の所持物を他者のそれと分けるようになってから存在し続けていたと考えられているが、土地のような不動産が所有の対象となるのは限られた土地の上に社会、国家が成立した後であり、しかも当初は社会、国家を構成する特定の人々による共同所有であった。ローマ法による動産と不動産の区分はビサンチ帝国期から成立していたが、 法律上の扱いに大きな差異は見られない。また、建物は土地と一体化したものと考えられており、今日のドイツやスイスの民法にその名残が存在する。また、フランスでは土地を天然の不動産、建物を性質の不動産として後者は全社の存在を前提として成立するものとしている。一方、ゲルマン法では、 早くから動産と不動産の法的扱いの違いの差異が生じており、ローマ法とゲルマン法の動産、不動産関連は今日の欧米や日本の民事法に強く影響を与えている。古代日本においては、動産は物、不動産はところと称せられ、律令制の頃には、前者は資材、財物、後者は電卓、所領などと称されるようになった。 伝託とは土地を生産、収益の根源とみなすところから来た故障であり、中世には、治療、近世には、国高がこれに変わる概念として現れることとなった。江戸時代には、家屋や蔵などが土地から分離して、売買や貸借の対象となっていった。もっとも、こうした区別は、当時の法制や法官集を近代的な法概念に当てはめたものであり、当時の法意識は、 生産財か消費財かという概念の方が重要視されていたという説もある。また、古代から金星末期まで土肥下人など人間でありながら動産として扱われてきた人々がいた。さらに、全近代においては所有の概念の違いも時代や地域によって異なり、国政、身分に基づく所有の制約が存在した。例えば、日本においては所有の関連が 今日と大きく異なっていた。土地を開墾した人や財物を所持し続けた人と、当該財産の関係は単なる所有の主体と、客体ではなく一種の呪術的な関係があり、仏物、神物、人物などといった、本主に基づく財産の区分が存在し、本主のみが正当な所有者で他の区分あるいは、人物に、売買や譲渡が行われたとしても相手は、正当な所有者ではないため、 いつかは、本来あるべき姿に回復されなければならないとする、法観念が広く存在していた。そのため、中世の日本において、合法的な売買、譲渡が行われた土地が無償で本主に返還されるという特性例や自社工業法のような、今日の観念では非常識、反社会的な法令が行われたのも、本、主が所有されるべきものが所有されていないことの方が、 より問題視されていたからだと言われている。欧米の法制度では、建物は土地の一部として扱われ、土地と建物が同一所有者ならば、建物には土地から独立した所有権は認められない。一方、日本法においては、土地と建物は別個の不動産とされており、不動産登記法はそのような前提で定められている。民法制定過程では当初は、建物は、 土地の一部とされる予定だったが、土地提当権の効力がその後に建築された建物に及ぶことに意義が唱えられた。審議の結果、提当権の効力の及ぶ範囲の規定に、提当地の上に損する建物を除外する文言が規定され、不動産登記法でも土地と建物は別の不動産とされた。これは台湾民法にも見られるが、比較法的には珍しい。 土地及びその定着物を言う、不動産以外のものは全て動産である。不動産はその全てが買いのきかない特定物であり、また移動が容易でなく、かつ財産としても効果であるため、動産とは別個の規制に服する。戦術の通り、日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる。このため土地を 売買契約によって譲り受けても、買い主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に定当権を設定しても定当権者は建物に対する定当権を当然には取得しない。民法は不動産に工事の原則の考え方をとっており、所有権を取得しても登記がなければ、第三者に対し所有権を対抗できないとしている。登記法では、 建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に教習ること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと、法的な扱いが変わる。ただし、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産に含まれる。この扱いについては、 トレーラーハウスも参照。襖や障子、畳などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する住物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り、建物所有権の移転、建物に対する抵等権の設定などの効果を受ける。他方、立木は土地の定着物であるため、不動産であるが、 公述する特別法によって、独立の不動産として取り扱われる場合を除き、定着物たる土地に吸収される。不動産とみなされるもの、不動産の規定が順用される。物件金銭執行は、執行対象財産の種類に応じて、不動産に対する金銭執行、動産に対する金銭執行、債権その他の財産権に対する金銭執行、船舶、船舶航空機、 自動車、建設機械等に対する金銭執行に区分される。この財産の種類の区分は、執行手続きの構造上の移動によるもので、民法における区別とは一致しない。主として、不動産の売買、交換、賃貸及びそれらの代理もしくは仲介、不動産の管理などを行う事業のことで、事業を行う会社を総称して、不動産会社と呼ぶ。 大手の旧財閥系やゼネコン、鉄道事業者から、冷細な個人経営による業者まで多く存在している。宅地建物取引業は、宅地建物取引業法において、宅地もしくは建物の売買、交換または宅地、建物の売買、交換、貸借の代理、売買をする行為でことして行うもの、と定義されており、不動産賃貸業や不動産管理業のみを営む、 会社については、宅地建物取引業者に当たらない。宅地建物取引士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、マンション管理士、管理業務主任者など会計学上、固定資産はイコール不動産ではない。法学上のものの分類である、不動産とは異なって、固定資産とは会計学上の概念であり、不動産や、その他設備、備品等の財産のうち、 複数年にわたって事業のために利用されるものを指す。例えば、会社で使用しているパソコンやソフトウェアは固定資産であるが不動産ではない例である。逆に、デベロッパー等の不動産業者が在庫として自己保有している販売用不動産は不動産であるが固定資産ではなく棚卸資産となる例がある。固定資産税も参照。慶應義塾大学。 早稲田大学等の各地の大学ごとの集まりが母体となっている。1999年に不動産後大学合同懇親会が結成された。2004年からは大学不動産連盟として活動をしている。本連盟は正会員17校、巡会員校1校、オブザーバー校0校、計1 8校から構成されている。近年では、 日本社会の大学進学率の向上に伴い、各大学ごとの集まりに着目し、インナーサークルとしての学抜としても報じられている。地域に根ざした地域情報交換会に基づき、東京、神奈川、埼玉を中心として全国的に展開している。近年、土壌汚染対策法等が施行されて、以来、不動産保有における土壌汚染対策が重要な問題となっている。 土地取引において土壌汚染の対する説明が不十分な場合には、宅地建物取引業法上の営業停止処分が行われており、大企業の経営人の隕石辞任も現実の問題となっている。土壌汚染に関する調査対策費用は従来は土地売却価格のうちの割合で検討される場合もあったが、永年の土地を利用した利益も含めて、 土壌汚染対策費用を考えることが多くなってきた。さらに、地下水汚染を伴う場合には、地下水利用者から巨額の損害賠償を請求される場合もあり、判例では汚染原因者が敗訴している。また、地中に油が含まれていた場合には、有害物質の含まれている量が土壌汚染対策法の指定基準を浄化していなくても、 売り主が浄化費用を負担する裁判が決心している。建物には多くの部分で石綿が使用されている。石綿による健康被害は深刻であり、建設時に石綿を使用していたビルなどの建設物で勤務していた従業員から損害賠償請求されることが増えてきている。すでに、 アメリカで非常に多くの裁判が提訴され、高額な損害賠償を認める判決が多数出ている。不動産所有者は、石綿の調査の義務が課せられており、適切な対応をしない場合には、将来多額の賠償金を背負うことに注意が必要である。星野 a 一、民法概論愛助論、総則改定版両書普及会、1993年、159ページ。 小島新康氏、同産と不動産 ISBN978 から4から 335210426P438 から439、笠松博氏、特製 ISBN978 から4から 642005104P172 下段、ハット ABCD 平野博之、民放総則日本評論者、2017年、101ページ、 中野定一郎、民事執行、保全法外説第3波に有比較、2006年、9ページ。中野定一郎、民事執行、保全法外説第3波に有比較、2006年、10ページ。http:/www.urel.biz/. 大学不動産連盟2020.1216 閲覧 https コロンスラッシュスラッシュディアマンド .jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ163335学抜の王者慶応三鷹会秘密の物件情報が飛び交う不動産三鷹会に潜入週刊ダイヤモンド編集部2018.315ネット記事等を参照ありがとうございます